うすうすうす。はい、ということで鼻ほじりスタートから始まりました本日のリオララさんの YouTube なんですけども、実はすいません、なんですけどもってすごいクレッシェントを使ってしまいましてすいません。この動画もうすっごい撮るの緊張してて、なんでかって言ったら彼氏できた報告なんわけないんですけど報告することがあってちょっと緊張してるんですけど、じゃあ早速はい、報告したいと思います。この度私、この動画でマクド食べまーす、イエーイ、大報告待って、あのチャンネル登録解除せんといて、待って、なんかそのマクド食べるんが楽しみで、普段昼ご飯マクド食べるぞってあんまならんねやんか、ダイエッターやから、日本代表するダイエッターやから。この通り動画を撮る口実でマクドを食べると決めてて、数日前から。そうそうそう、まあだからもうマクドを食べるのをもう楽しみにしててね、もうワクワクしててね、もう緊張しててね、おお、なんかポクポクするおもちゃかなんか月見バーガーがなんか出たらしく、なんか YouTuber がもう揃いも揃ってみんな月見バーガー食べる動画出してやんの。なんか YouTuber は月見バーガー食べる動画をアップしないといけないルールでもあんのとか思って、ちょっとリオも焦って、これ月見バーガー YouTuber として食べとかなあかん思って、まあまあ月見バーガー、なんか注文したよこれ。チーズ月見やー言うて。ポテト。ほんで、はい。これはね、双剣美茶。ダイエッターなんで。私ダイエッターなんで。もうこういうのはもうジュースとか飲みません。ちゃんとサラダも買ったから。ダイエッターなんで。ダイエッターなんで。日本代表するダイエッター。ほんでなんか、マクドで、マカロン出たらしくて。んで、ちょっとマカロンさすがに注文しようと思って。すーごい。これ、こんな入れ方するんや、マカロン。もう中学生のバレンタインの渡し方。袋に詰めるだけ渡して。今からまあ食べていくんやけど、ちょっと今日まあ雑談動画なんやけど、ちょっと今日の雑談動画はオタクの人しか割と楽しまれへんかもしらん。今日は私のオタク事情と言いますか、もうほとんど推しの話しかせんとこう思て。いやまあいろいろおもろい話とかしたいで、ぐる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 のカン言うて、ポンポコリーノ、ポンポコラーノ、パッパパパのチョースケとか言って変なこと言いたいんやけど、でもオタクの話をね、まあまあたまにはというか、まあいっぱいしたいんよ。もうオタクの話溜まってることいっぱいあるから、もう現場行ってきたから。そうだからちょっとその話をいっぱいしたいから、ジャニオタじゃないけど、何のオタクでもないけど、リオララちゃんのこと見てますっていう子は、正直ちょっと楽しまれへんかもしらん。ごめん。楽器じゃあもう早速、いただきます、します。手合わせてください、いただきます。あ、ラウル。っていうか、スノーマン今テレビ出てる。どうでもいいか。あ、こんにちは。今、事務所が大変だそうで。エリオさ、あんまりさ、月見バーガー食べたことないんやんか。やけどみんな揃いも揃ってさ、月見バーガーの季節がやってきた、万歳言うてさ、なんかもう、国民がわっしょいわっしょい言うてるやんか。だからそんな美味しいんか、思て。だからちょっとね、食べてみますわ。いただきますよ。普通やな。うん。サラダほどじゃない。まあでも普通にうまい。うん。ちょっとサラダも買ったからちゃんと食べるわ。楽器？え？マクドって、なんか、バンドとコラボしてる？なんかのバンドとコラボしてるって思わないな、このくだり。もう、見て。なんか買った。なんかこの今な、オタクの中で結構話題になってるさ、縫いにつけれるカチューシャみたいなやつがあってさ、んで、まあ、キキララもあって、可愛くね。でもな、言うとめっちゃ頭痛そうやね。これもうほんま、間違った。めちゃくちゃ可愛くない？こうやって縫いにつけれんの。なんかどんどんさ、世間がさ、オタクの需要を分かってきてると思えへん。だってさ、これあのな、ミッキーのやつもあんねん。ちょ、待ってや。ミッキーの、こう、縫いにつけれるサイズのカチューシャもあって、マジでこんなんさ、オタクが求めてるやつやんか。もうどんどんディズニーも、サンリオも、こういうね、ものを作り出してきてね、オタクで経済回してるということが、どんどん世間に広がっていってるよ。もう、世間は本当にオタクに感謝してほしい。オタクが一番、経済を回してると。これはもうそろそろもう国会議事堂でも、ぜひ、政治家の皆さんも、ちょっと言ってほしい。近年の日本は、オタク、
様が経済を回してると私たちは強く思います。なのでオタクに優しい日本を作り上げましょうって誰か政治家さん言うてください。お願いします。はい、まあちょっとまあ冒頭でも言った通り、今日は私のまあオタクとしての近況をちょっと話そうかなと思って、大ニュースといえばゆうとくんがインスタを開設してん。これはほんまになんかもうインスタ開設してもう何週間か経つけど、未だに現実受け入れられへんというか実感わけへん。マジさ、担当が個人でインスタ始めるっていうか個人の SNS 始めるってほんまにやばいで。で、その時さ、寝てて、で、起きたら、もういろんな友達とかフォロワーさんからも DM で、ゆうとくんがインスタ始めましたよってめっちゃ来てて、で、パッと起きた時に、その携帯見て、通知見て、ゆうとが個人のインスタ？ああ、夢か。と思って。でも、夢じゃなかったね。すごいよ、人生何が起こるか分からへんな。個人の SNS なんて、まあ、夢のまた夢だと思ってましたから。だって最初、誰が始めた最初さ、なんか初期は、大倉くんがツイッター始めたのとか聞いて、ええー、思って。そんなジャニーズの個人が SNS だなんて、そんな、ありえないことだね、って。うちの担当には無縁なものだわ、とか思ってたら、奇跡は待ってたんだよ。ミッチーも、ね、今もだよって、なんか聞こえるよね。何を言うてるんだかわかんなくなってきちゃった。これゆうとくんのインスタなんやけどな、やばいって、これもう夢のようじゃね、夢のようだと思いませんか、ほんとこれ。いやでもね、めっちゃフォローするの遅かったん、寝てたから気づかんかったから。だからめっちゃフォローするの遅くて14万番目ぐらい。この私としたことが、私としたことがゆうとくんのフォロワーの14万番目クソが、何をしてんだお前は。お前ずっとゆうとくんのこと好きちゃうか、お前寝とちゃうぞお前。もうぐったらぐったらペコペコポコポコやろうがバカやろうが。だってリオの推し全員 SNS やってるってことになるんだよ。だって今現在リオ推しが4人おるんやけど、すいません、なんか浮気野郎なんですけど、すいません、4人おるんやけど、4人とも SNS、 個人の SNS をやってるんよ。もう最高。だってみんな想像してみ、担当がストーリーを投稿してる姿、ストーリーを作成してる姿、ストーリーの文字を売ってる姿、想像したらそれだけでお腹がいっぱい、あらダイエッターみたいな感情になる、ほんまに。だってな、ゆうとくんな、今日こういうな、こうなんかこの、あのドラマご視聴ありがとうございましたっていうストーリーをな、りゅうちゃんといいねしてるから、全部いいねしてるから、こうな、あの投稿してんねんけど、この事態はこれを選んだんだとか、あ、ここで開業すると決めたんだとか、あ、すべてが、かーやばいやばいやばい。え、リオってキモタではないやんな。もうなんか、すごい未だに夢のよう。あ、アイコンはこの写真にしようって自分で決めたんやとか、あ、フォロー数ゼロで、あ、誰もフォローしないタイプねとか、え、なんか、こう、あ、プロフィールはこういう感じで書く系ねとか、あ、なんか、こう、言うとしてもちょっとな、投稿な、あの、系統、いや、ウィッシュ。ちょっと待って、落ち着くか落ち着くか。だって、ゆうとくんな、投稿な、結構あの、統一感があんねん。こんな感じでなんか画像を一個一個つなげて、あの、三つで一つの画像にを作るタイプの、マジのグラマーなんよ。インスタグラマーなんよ。だからなんかこういう、あ、系統揃える系のジャニーズね、みたいな。あ、そういうとこ好き、みたいな。系統揃ってなくても、揃ってても、どっちも好きなんやけど、揃えるタイプね、好き、みたいな。なんか、やばいよ、もうほんまに。やばいよ、やばいよ、やばいよっていうね。ほんまもう、鉄郎の弟子になったような気分になるよ。まあ、ゆうとくんがインスタ開設しましたよって話と、まあ、ゆうとくん関連の話やったら、この間、ゆうとくんの主演舞台、ヒゲオサラバの、初日、無事迎えまして、私も行ってまいりました。もう、ほんまに幸せやった、あの時間。マジで、あの記憶だけで、5年間は元気に、ポジティブに生き延びれる。ゆうとくんのその舞台な、ゆうとくん主役なんやけど、あの、なんと、ゆうとくんの役柄が、猫役という。皆さん想像してみ、担当が猫役をするんですよ、こんな。美味しい話ないば。もう、おもんない、もう、もしく出してくれ、誰か殺してくれ。いやー、なんかその、さ、いないば言うてますけど、ほんまにいないばで、なぜかって言ったら、もう、四つん這いとかで歩いちゃうねん。猫の世界を覗いてるみたいなままお話なんやけど、まあまあ、もう、ゆうとくん尻尾とかつけてんねん。なんと、舞台でゆうとくん尻尾とかつけてて、あの、四つん這いとかになって歩くシーンとかあるんやんか。もう、かー思ってリオが思わずアルトの私がソプラノになった。可愛すぎて、まあ声出せへんで、舞台から声出されへんけど、心の中でうわやばいやばい、可愛いじゃなくて、もうこのアルトのリオがキャワイイ
っていう、もうソプラノになったからびっくりした自分の中でも、うわやばい、今自分ソプラノやとか思いながらゆうとくんのこと見てたからマジ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 ショーにやっぱネタバレとかしない方がいいですから、何にもねちょっと舞台の感想とかね細かいことは言えないんですけど、もうゆうとくんが可愛すぎたということをね、もう声を大にして声をソプラノにして言いたい。めちゃくちゃ可愛かった。ソプラノにして言いました。ソプラノのクレッシェンドで言いました。めちゃくちゃ可愛かった。はい、ソプラノのクレッシェンドです。感想はもうソプラノクレッシェンドになりましたという。しかもリオ、ゆうとくんの金髪見たんめっちゃ久々ちゃう？やんな、知らんか。だってゆうとくん今まキンキンなんやけど、金髪にすることほんま珍しくて、2017やから8、9、10、11、6年ぶりぐらい、6年ぶりぐらいにゆうとくんの金髪を生で見て、やべえなこれはと思って、生ゆと生金やばと思って、生金ちょっとやらしい中年な。で、まあまあ、舞台の、まあ、Vlog も、まあ、もしかしたら撮るんで、まあ、また、その時は動画楽しみにしてください。ふぅ、話せた！どうしよう。で、最近のオタク事情で言ったらな、坂口健太郎様とかいろいろあるんだけども、いっぱいあるんだよ。いっぱいあるんだけども、喋りすぎて全然ポテトとかさ、ハンバーガーとか進んでへんから、一回ちょっと食べさせてな。なんか食べながら喋るって難しいんよ。あんたら、言うとくけど。一回食べるタイム入るわ。もうちょい可愛く食べろよな。男の子と一緒におる時とかもうこんなんやな、むしゃ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 食べるからなんか幻滅されんのよ。だからもうちょい可愛く食べる練習するわ。チラッあかんあかんあかん、アウトアウト。せこい方法使うなって。あーやばい、もう最悪。ちょ、マカロン潰れてるって。うわ、リオが絶対踏んだこれどっかで。うわ最悪、ぺちゃんこなってるやんこれ。なんか踏み潰された虫やん、これ踏み潰された虫になってるやんけ。まあ、いただきますわ。うますぎる、やばいこれ。マカロン業界もびっくりやで。まさかマクドに、このうちのマカロン専門店のマカロン、マクドごときに越されてしまったかー言うて、シェフがすごいマカロン今作ってるよ。すごい、うますぎる。こんな美味しいマカロン初めて食べた。えぐい、普通に。だってリオの食レポってガチやん。だからガチやで、これ。てか、わかったわかったわかった。なんでうまいかわかった。踏み潰したからや。わかった。踏み潰したからこんな美味しいんや。え、美味しすぎる。えぐい、みんな。ちょ、こっちの方は踏み潰してへんから。ちょ、こっちのマカロンもいただくで。いただきます。やばい。革命起きた。踏み潰した方が美味しい。えぐい。みんな踏み潰そうぜ。マカロンは踏み潰してなんぼや。バズるぞこれ。バズる。マカロンは踏み潰した方が美味しいとリオララ YouTuber のリオララさんが発明したぞって。バズるぞこれ。えぐい。あー、じゃあそしたらちょ、ずっと話したかったあの話ついにしちゃいます。私なんとついこの間坂口健太郎くんに会ってきて、はい、坂口健太郎くんに会ってきました。はい、ということでね、健太郎くんにこの間会ってきまして、ファンクラブイベントの方に行ってきまして、で、まあ健太郎くんのことを生でね、初めて見まして、あの坂口健太郎様ですよ。あの坂口健太郎様をこうね、生で見るというのはやっぱテレビ越しとはやっぱ違いますわ。テレビで見るあのかっこよさとはまた別のかっこよさがありまして、あーもうこれはもう人類の奇跡だと、あーこれは人間国宝だと、あーもうこれはもうこの同じ日本人とは思えないなぁと、おかしいなぁおかしいなぁ、本当に同じ日本人かな、おかしいなぁと思ってた。その時もうすごかったね。ジャニーズとは全然違う。俳優さんのイベント、俳優さんの現場に行くのはまあもちろん初めてで、まずどんなもんか思って、俳優さんは歌って踊ることはしないやんか。じゃあ何をするんや、じゃんけん大会でもするんかなとか、なんかいろいろね、もう何にもわからん状態で入って、でもう演技を披露してくれるんかなとか思ってよ。俳優さんやからね、役者さんやから演技を披露してくれるんかなとかいろいろ思ってたんやけど、全然違くて、ケンタロウくんが舞台上でスーパーボールすくいをす
バリ可愛いない。ファンに囲まれて、まあ、2000人ぐらいのファンかなに囲まれて、スーパーボールすくいと、輪投げとか、なんかして、で、それで、ね、なんかファンが、ケンちゃん頑張ってーみたいな感じで応援するっていう、もうどんだけ平和な現場やねんと思って、びっくりしたね。だっていつもリュウはジャニーズの現場行って、イェーイとか、イェーイとか、はい、ジャンプとか言ってるけど、もう、頑張ってーみたいな。何これおやみたいな。なんかもう、リオは、今まで、なんでジャニオタしかしてこうへんかったかというと、やっぱり歌って踊ってる、キラキラしたアイドルを見て、かっこいいとか、キャーとか、ノリノリってなるのが楽しいから、やっぱ、結局男性アイドルやなと思ってオタクしてたけど、まあもう別の楽しさがある。もう、なんだろうあれは。まあもうずっと公演時間結構長くて2時間ぐらいあったんかな、結構長くてもうずっと平和な時間が流れてて、でそしてなんと客降りがあったんよ。ケンタロウくんのサイン入りチェキとかサイン入りポスターを会場の中の、まあ、10人ぐらいにプレゼントするみたいな。で、ケンタロウくんがくじ引きを引くねん。なんか箱の中に席の番号が書いた、座席の番号が書いたくじが入ってて、で、それをケンタロウくんが引いて、その引いた座席の人のところにケンタロウくんが舞台から降りて、客席のとこで、その座席の人のとこまで行って、ケンタロウくんが。で、手渡しでチェキとか、まあ、ポスターとかプレゼントするっていうやつで。だから自分、まあ、もちろんリオは当たらなかったよ。そういう運はないのでね。担当運はないので、当たらんかったけど、でも、近くには来るんよ。もう十何人にプレゼントするから、近くにケンタロウくんが全然通るね。だからもう目の前おるみたいな。もうみんな、全員、ケンタロウくんの、が目の前に来るみたいな状態。で、2階席もあってんけど、ケンタロウくんまさかの2階席まで行って、で、だから2階席に来てくれたファンの人、とりあえず全員の目の前通るっていう。全員ケンタロウくんを近くで見たいわけやん。大好きな人ばっかやから、ケンタロウくんのこと。だから全員の前まで行くっていう、もうなんかスタトロやんとか思ってるよ、心の中で。ケンタロウくん今2階席のそのとこ走って、お前スタトロかってほんま言いそうだった。いやー、久々に推しが増えたけど、やっぱ推し増えると楽しいでんな。なんかすごい新鮮な気持ちになるわ。新規っていうのがすごい嫌やけどな。誰かの新規っていう、この、今新規やん。正真正銘理由は、ケンタロウくんの新規なわけやから。だから、新規っていうのがちょっと嫌やけど。まあまあそれ誰もが通る道やからしゃーないわな。だから、ケンタロウくんの現場行った時も、なんか新規がすいません、みたいな感じで腰低くしていったもん。で、ジャンプの現場なんかもう10年くらい通ってるから、はい、ダムって、参上イエーイ言うてな、もう悪目立ちとかして。でも、なんか、どうってことないんやけど、新規ではないからな。やけどなんか新規ってちょっと、わかるわ、なんかちょっと、なんか、居心地悪いというか、なんやろな、すいません、みたいな、私ごときが、すいません、めちゃくちゃ同新規ですけど、みたいになったわ、そういう新規っていう経験をもう10年ぶりにしてるから、すごい複雑な気持ちやったけどね、楽しかったですよ。で、ちょっと言うの忘れてたけどな、りょう、坂口健太郎のことな、健太郎くんと呼んでおります。はい。坂口健太郎くんのことを好きになる、この人のファンになるって決めたときに、なんて呼ぼうかなと思ってん。で、もういつも坂口健太郎ってもうフルネームで呼んでてんけど、でもそれ長いし、ファンをするにあたってそれは違うやん。だからどうしようかなって、健太郎くん、ケンちゃん、坂口くん、坂口さんとか、いろいろあったで、坂口ちゃんとかもあったで坂口ちゃん今日もかっこいいとかもあった、候補にはあったんやけど、でも坂口ちゃんって友達ちゃうねんからとか。で、ケンちゃん呼びが多いな、ケンタロウくんオタクは。ケンちゃん呼び多いけど、ケンちゃんはリオのおとんやから、じゃな、おとんやしなーとか思って、おとんケンジやからさ、だちゃうな思って。だからなー、坂口さんとかええかなと思って、坂口さんにしようかなと思ったけど、坂口さんって、出席も呼んでるんちゃうんやからと思って。坂口さん、お休みですか？ちゃうねんとか思ってな。ちゃうなーと思って、まあ、じゃあ安牌にケンタロウくんにしようと思って、まあケンタロウくんと、はい、呼んでおります。ごめん、ちょっと食べた後やから寝転ばなあかんやんか。食べた後はちょっと寝転びたいから、ちょっと寝転びながら喋らして。もうちょっと今日は長い動画になりそうやな。で、もう一個報告というか、まあ、インスタ見てくれてる人はな、わかると思うけど、もう一個お話がありまして、まあサンリオピューロランドでも軽ーく発表したけど、私、推しがさらに一人増えました。
インスタとかではね、普通にガンガン投稿しちゃってるんやけど、秋谷育穂くんっていう俳優さんがおって、その俳優さんのファンも、始めました！始めましたっていうか、もう結構初めて2ヶ月、2ヶ月ちょい、2、3ヶ月ぐらい経つんやけど、いやーもう結構好き、かなり好き。最強に好き。で、その、ま、イクホクのこと好きになったきっかけが、ま、完全に一目惚れなんやけど、今年の6月ぐらいに、ドラマを見てたんや。そのネットフリックスで配信されてる、離婚しようよっていうドラマを見てて、ほんなら、もう、ほんまにもう、ドストライク、かました。というか、一目惚れというかもう、こんな一目惚れ、人生で味わったことないっていうぐらいの一目惚れした俳優さんがおって、なんかそれはさ、ドラマ見てたらさ、え、この人かっこいいやんとか、え、なんかタイプやんなとか言う人は今までおったで、けど、もう、ぐさーってリオのハートに矢がぐさーって刺さって、待ってもうタイプとか言うところの騒ぎじゃないと思って、こうやってこんな感じでドラマ見てたのに、もうわざわざ立ち上がって、やばいこれはやばいかっこよーって、ガチで超えてた、ほんまに。多分、隣のマンションぐらいまでには響き渡ってたと思う。わからんけど、多分、また確かめとこう。で、もうドラマの続きなんか一旦さておき、この子の名前、事務所、年齢、SNS やってるかとかもいろいろ知りたいと思って、バーってエンドロールまで、こう一回飛ばして、そのリオが一目惚れした俳優さんヒットするまで、名前を一人一人ね、エンドロールの名前調べて、検索してて。で、リオ、過去に一回だけ、同じ経験があったんよ。過去に2年半前ぐらいかなにも別のドラマ見てたら同じ経験してて、え、なにこの俳優さんかっこいいと思って、わざわざエンドロールまで飛ばして一人一人名前を調べるっていうのを過去に1回だけやってん。で、もう2回目やってん。だからもう相当よ。相当珍しい出来事なんよ。それぐらい。もう人生において今まで2回しかないっていうぐらい珍しい出来事で、こんなリオがわざわざエンドロールまで飛ばして名前調べるなんて、ほんまに滅多にないことやな。もう2回目やなと思って。で、考えながらヒットして、で、なんかそのヒットした名前が、どっかで見たことある名前やなと思って。なんか見たことあるぞ。何に出てたかな、なんで知ってんやろ名前と思って。で、見たら、その2年半前に、そのエンドロールまで飛ばして、一人一人名前、同じような感じで検索してた、その子と同じ人物やってん。同じ人に2回も一目惚れするとかあると思って。で、1回目の時に、もう記憶あんねんけど、1回目、先生を消す方程式っていうドラマで一目惚れして、同じように一目惚れしてエンドロールまで飛ばしてこう名前検索して調べててんけど、でもそのイクホックにとってそれが初めてのドラマ出演やってん。初出演やったから他の作品見ようと思っても見られへんし、もう俳優のデビューしたてやから応援するのがちょっと難しかった。しかも SNS もやってないからちょっと応援の仕方がわからんくて、ちょっとファンにはならんかったんよ。で、そっから2年半ぐらい 2年ぐらいの月日を経て、もう2度目の再会やんな。2度目の一目惚れをかまして、こんな一人の人に2回も一目惚れするなんか人生で2度と経験せえへんと思って、これはもうオタクするしかないって思ってファンになった。ファンになってから2ヶ月半ぐらい経つけど、ちょっとなかなか発表するタイミングがなくてこのタイミングになったけど、私今現在一気に、まあ、ケンタロウくんとイクホくん、二人、推しが増えまして、ずっとね、ユウと一途でフーくんゆる推しみたいな感じでしたけども、今、4人推しがいます！もう、無敵！強そう！ 4 人推しおるリオ、強そう！はい。幸せです、めちゃくちゃ。まあ、こんな感じで推しができましたよって報告したけど、でも私も一人の人間、一人のオタクなんで、まあ、冷める時も、あるかもしらんし、急に冷めるかもしらんし、ゆっくりフェードアウトしていくかもしらんし、何か一つ大きい出来事があって、とある日、はい、ファンやめるってなる日が来るかもしらんけど、まあ、ゆうととふうくんは、それがなくて、10年以上ずっと、ね、現在進行形で好きなわけであって、どうなるかわからへんけども、でもまあ、今、ほんまに好きって思える人なので、ずっとファンをやっていくのか、いつか、ね、ファンではなくなるのか、まあ、分かれへんよ、それは。けど、今好きな人を好きなだけ応援したいって思えたんで、こうやって発表させてもらいました。
で、これめっちゃ可愛くない？これリオの推したち、中島優と坂口健太郎くん、秋愛久保くん。でもさ、こう見たらタシ、まあ、タシエビ、タシエビ、あ、タエビじゃない、カニか、エビじゃなくてカニや。確かに確かに、うん、あのこう見たら結構顔の系統似てんねんな。なんか多分な、なんかなんやろな、こういう顔好きなんやろな。ちょっと面長で目が奥二重みたいな人が好きなんやろな、リオ。なんかわかるわかるな、自分の顔の好み、わかりやすいわ、ほんま。これ顔好きやね。強っ、このカード強っ。遊戯王のどのカードより強いぞ、これ。ずっと見とける、マジずっと見とける。あの電車とかで座ってずっと本読んでる風にこれ見とくかな、これから。次の駅か、もう行けるわ行けるわ。電車で本代わりにこれ持っていくわ、これから。はい、ということで、ちょっとまだ話したい話いろいろあってんけど、あのストリートスナップに話しかけられた話とか全然したかってんけど、でもちょっともう結構撮ったんで、まあ今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。最近のオタクとしての近況報告を話しただけの動画になるんですけども、推しが増えましたよと。はい、そういう感じなんで、ちょっと把握をお願いします。ということで、本日の動画は以上になります。最後まで見てくださってありがとうございました。明日も一日頑張れ、レッツゴー。以上、リオロロでした。バイバーイ。